ストリートファイタークロス鉄拳バージョン2013のクレイグ・マードックの主な変更点について見てみましょう。まずモンゴリアンチョップのコマンドがダブルパンチから6プラスダブルパンチに変更されたことによって間違って発生するケースが減少します。しゃがみ弱キックの攻撃判定が縮小されました。前回のバージョンでは他のコマンド投げを持つキャラと比較するとリーチが長かったため今回弱めに調整されました。マードックの近距離立ち弱パンチの発生が5フレームから4フレームに変更されました。全般的に通常投げが7フレームから5フレームになったためコマンド投げと合わせて相手にプレッシャーを与えることができます。しゃがみ強パンチの発生が13フレームから10フレームになってヒット時の浮きが高くなりました。クロスラッシュコンボによく使用する技ですのでさらに使いやすくなります。大きな変更点としてスピアタックルとマウントラッシュが空中の相手にもヒットするようになりました。この調整によってマードックの追撃の可能性が上昇します。コマンド投げを持つキャラクターの中ではマードックはかなり強いキャラでしたがバージョン2013ではさらに手強いキャラクターになります。飛び道具使いのキャラとの戦い、また守備的なバトルでは苦戦するかもしれませんが相手が攻撃範囲に入った場合の選択肢がとても豊富です。